バーチャガンの新たなる可能性を追求した新感覚のガンアドベンチャーゲームミレニアムファイヤー。今回は開発者の西澤冬樹さんにインタビューしたぞ。今までガンシューティングっていうゲームはガンという特殊なデバイスを使って群がる敵を撃って撃って撃ちまくるっていう非常に爽快感の高いゲームシステムを持ってたと思うんですけど、今回ミレニアムファイヤーではですね、ちょっと違う楽しみ方を提供してみたい。やっぱりガンアクションっていうのは撃ちまくること以外にも、追っかけたりとか逃げたりとかっていうようなさまざまなアクションっていうのも一緒に付随してるんで、今回は、バーチャガンを使ってですね、自分の意思で自由に動き回ることができるゲームを作ってみたいというのが一番の企画の意図です。では具体的にどうやって、ガンでアクションを起こすかっていうことについてなんですけれども、ゲームの画面の中にはですね、ガイドラインと呼ばれる、自分の行きたい方向をサポートしてくれる、線が画面の中常に表示されていてですね、自分の向かいたい方向、前とか、横とか、時には、上とか下とかそちらの方角に向かって、バーチャガンの照準を合わせていただいてですね、そこで、バーチャガンのスタートボタンをクリックしていただくことによって、任意の方向を向いたりとか、進んだりすることができます。また、画面の外で、ダブルクリックとかしたらですね、プレイヤーはバックステップをしたりとかいうような操作が可能になってますので、360度の方向、おそらくほぼ自分の思い通りに自分の姿勢をですね変えて進むことができるようなシステムになってます。ガンアクションというのが一番大きなテーマなんですけども、非常にアドベンチャー要素の強いゲーム内容の方にもなってます。プレイヤーはいろんなところを探索して、手がかりをつかんで時には行けない場所に行くためにさまざまな苦労をするんですけれども、当然自分はたった一人ではないんで、他にも何人か仲間がいるんですけども、ステーションなんか探索しているうちにその仲間と出くわしたり、時にはその仲間が敵に襲われているシーンっていうのも中には入ってます。じゃあその時に自分は彼を助けられるか助けられないのかといったようなシチュエーションもありますので、それによっておそらく、ゲームのストーリーも大きく変わってくるかなというような作りに今、なっています。パートナーズの皆さんへ、今回、ミレニアムファイヤーでは、撃つという快感以外にも追っかけたり逃げたりというさまざまな、サバイバルゲームのような、緊張感あふれる、ゲーム展開が、待っていると思います。ぜひ新しいガンアドベンチャーの世界を堪能してみてください。よろしくお願いします。10月発売予定のミレニアムファイヤー、今までにない全く新しいゲーム感覚が君を直撃だ。期待して待っていてくれ。